これで絶対できると思われる。オッケー。で、元帥ドワキンが44名ですよね。で、これで、あ、影ちゃんここにいたな。今の馬は何だったんだろう。これで下がりました。おい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 、やってくれるぜ。これは無理だ。142期、クヌダール族長がいたから、大丈夫だったのか。いやーもうちょっと判断できなかった。それがしには。クララクス卿。夜になった。味方来てくれ。頼む。誰か来てくれ。ん？ここで外れて。当然、救援には行きたい。クラルグス卿は残り、8名。味方は ?124 名。よし！だ、元帥、待て、元帥ドバキンはまだ健在。行くしかねえ。待て、蛮族の皆さん。あれ？捕虜。よし、オッケー。今一人でも兵が欲しい。蛮族ってごめん、何になってる？旧兵か。うん。まあ、これはそのままにしとくか。141名対130何名。兵力は OK だが、クラルクス卿の部隊は突貫。我らは、動きを合わせぬ。うん、一人でも武将というか兵が欲しいときにな。ノルドウールなんとか兵人が元帥ドバキンに殺されました。元帥ドバキン何やったんだ。よーし、第二部隊頼むぞ。敵をなるべく減らしてちょうだい。なんか来た。よーし、一人撃ち取った。よし、第1、第3、5。第2部隊下がる。よし。少しでも数を減らす。よし。後続のザイラ敵戦いでいくぞ。どうや。よーし。この密集してるポイントに。よし。どう。あ、ルークが消えた。もう一発。よし。どうや。この古速のザイラ的戦い。誉れは何もない。だがこれが敗北から学んだ我々の戦い方だ。味方に当てないように。よーし。元帥ドバキンだな。やべ、馬より速いのか。元帥ドバキンだ、絶対。元帥ドバキン。打ち取ったり。いやー、銃は剣よりも強し。クラルグス卿の救援に成功。ちょっと青森さん、今この戦いでどんだけ倒せたの？うわー、39名。いやすげえな。
ラッパ銃。いや、間一髪ですよね。まあ、誉れですから、ここは戦い方は若干違ったが。あ、ええ、もちろん全員連れて行って、全員捕虜にしますよ。おー、おー、なんだこれ。ギムアクス。待って、投擲片手武器距離46、フル37。すげえ、すげえ、すげえ武器手に入ったぞ。いいね、いいね、いいね。隊長用ヘルメット、ハルバード。高く売れそうだ。さあ、全部持ってくぞ。よーし、クラルクス今日、救援に成功、どこ行くんですか？どこ行くんですか？投降しましょう。心配ですよ、ちょっと。ケルレダンジョンまで戻れる。ただ、本体というか、王、ラグナール王の部隊は健在ですから。元帥はまさかリース元帥ではないよな。今誰だろう、元帥。いや、よかった、よかった。よーし、到着。では、我々は、ちょっとディリムによってアイテム整理をして、それから、行こうかな。ロドック鉱山。サラン朝暗黒騎士帝国のラッタ攻略。おー。やるね、サラン朝。よし、一泊して。とりあえず一泊三人の蛮族、夜のうちにパーティーから出すと全然いいっす。契約ね、ちょっと今一瞬更新しないでおいて。パイプ傭兵。誰かいませんかと。あ、そうか、誰かいたとしても今雇えないのか。いろいろ売ろうか、まず。成功の何かがあったな。北方民の戦争。早速、クレティちゃんに今のギムアクスを貸しましょう。いいね。で、その他ね。イザベル。隊長用がヘルメット錆びてるから、これ変えて。いいね、いいね。バルキリー・グリーブ。体調の色はそんなに強いわけではないな。ん？待って、こっちの方が強いわ。バルがなんとかヘルム。よし、それでは、あっち行こうかな。避けてる相手、平のアモリつって突っ込んでくるんだが、ロドリゴ一家。ロドック鉱山にようやく向かいましょうか。もう、スワディアは大丈夫でしょう。リューベレート城。うん、トレディアン城ぐらい取り返したいけど。我々はね、ちょっと東の戦線に向かいますよ。存続弾66名、すげえな。さあ、ロドック洞窟到着。なんかいろいろあるみたいだけど。謎の洞窟、もっと謎の洞窟、狂気の洞窟、ローマ敗残兵を成敗する、悪人たちの隠し砦、個人経営のロドック鉱山。これか、ロドック鉱山。ロドック鉱山にちょっと行ってみましょう。個人経営の鉱山を見つけたい、見つけたあなたはどうにか我が物にしたいと考えました。考えですよ。あなたは交渉へと向かいました。剣を携えて。さあ、誉れのアーモリ。参加メンバーの選択。これあれか。洞窟での戦いみたいな感じか。よし。で、我らも精鋭軍団で行きましょう。突撃。さあ、どういう感じ？なんだあいつら。裸だが。ここで待ってりゃ勝てるのでは？えい！
そうだ、しまった。洞窟での戦い方っていうのをなんかしないといけなかったな。えい。この人たちはなんだ？コーフ。あ、やべ。普通に囲まれたら、囲まれたらダメか、やっぱ。よし、やっぱみんな行こう。ぐは。あ、やばい。普通に減る。追いはぎみたいな男たち。コーフ。できれば眠っててもらおう。もしかすると今から味方になって働いてくれるかもしれないからな。お、こいつはなんだ？あ、いや、みんな、なんかブーツ履いてんな。なんかこの完全武装した守り隊。誰かやられた。マルニド君やられちゃった。もうちょっと修行が必要だな。よし、OK。デシャビー。ん？あいつは誰だ？なんか、ボス出現みたいのなった。あ、待て！デシャビー何をする？甲府長。発掘者。まあ、撃破。デシャビーがやってくれた。命だけは勘弁してください。ご承ですから。あなたがこの鉱山の主と認めますから、甲府長。甲府長と発掘者を打ち倒したね。うむ、いいだろう。鉄と？なんだこれ、ドラブラ。ドラブラゲット。で、どうなんだ？お、これでもう鉱山が私のものになったのか。ようこそ、主だろう。今日も労働者はご機嫌ですぜ。今連れている囚人ども全員使ってくれ。捕虜のことか？くく、期待しますぜ。囚人どもを見た通り、追加される労働者は以下の通り、労働者が4名、働き者の労働者0。役立たずの7万ケドモンドも全員解放してやる。役立たずがいるわけね。古代の遺物、鉄、古代の黄金銃、古代の黄金銃ってなんか持ってた気するんだけど。一個あるよね。貴様を鍛え直してやるぜ。1万デナル。貴様には高すぎる。いや、問題あるわ。実力を見させてもらう。びっくりしないでください。レベル15。荷物管理が10。この、なんだ、味方に加わってくれるのか。熟練度はすごい高いが。現在の鉱山の状況。あ、これか。労働者が14名。怠け者の労働者がすでにいるわ。上限人数41名。ちょっと待ってね。捕虜がいなくなってるから、やっぱりそういうことか。労働者14名、ごめん。だから、怠け者な労働者を解放したら、悲鳴が聞こえて、クワバラ。怠け者な労働者、いなくなったわけね。いないよりはいた方がいいのかなっていう気がしますけれども。鉄と石材はくれてやる。いや、鉄も重要なあれなんだが。なんだろう、鉄と石材くれてやるスキンシル。経験値に変換されました。強くなったろ？レベル15からアップしていくんだろうか、わかんねえな。まあ、なんかこれで発掘してくれていくのか？古代の遺物とか、古代の黄金銃を。これどう使うかわかんないんだけど。発掘、あ、この人か。この人も倒したな、さっき。すべての遺物を鑑定して買い取ってほしい。ちょっとこれ怖いな。ちょいとこの黄金銃を見てくれないか。こいつはすごい。わしは力を引き出してやるか。お主はどんな力を望む？属性には黄金銃が一つ、スキルには二つ、熟練度には二つと石が必要。石ってさっきあげたやつか？甲府長に。石ね。
属性、あ、属性。仲間にも使えるわけね。おー。黄金術すげえな。異物の力を使ってパークを取得したい。おー、パーク。いやー、これは熱いね。パークを取得するには異物の力が3必要。何？ 15 レベルに達しているものはパークを取得できる。30レベルでさらにもう一つ。それぞれ1回ずつしか取得できん。へー、パーク取得。あ、なるほど。さっき異物があったから、古代の異物、これもらって、あ、オフにももらっていいのか。鑑定して買い取ってほしい。これちょっとね。これか、一発で買い取られちゃうのか何なのか。最初だから試してみるか。ロドック鉱山行って、鉱山リーダーに会って、黄金銃と異物渡して、黄金銃が一個ある状態で、あのおじいさんに話しかけてみると、鑑定するようなものは何もない。あ、異物だけね。あ、これあれだ。もう買われそうだな。一発で。オッケー、パークを取得。あ、異物を預けるか、まず。すべての異物を、まず、黄金銃ね。黄金銃も渡すことができると。これどうなった？あ、一個につき1。なるほど。で、この異物を手に入れるために、開拓どんどんするわけね。で、このパークは初期化もできると。初期化には銃必要だ。初期化の方があれか、多いのか。ローマ敗残兵を征伐する。やってみようか。これがロドック鉱山か。パーク熱いな。パーク。あ、そうそうそう。で、ね。これのことだよな。パークなんて持ってませんよ。で、洞窟での戦術。あ、近距離ね。ごめん、遠距離にしてちょうだい。こういうことですね。クレッティは別に近距離でいいか。マルニド君、マテルド君、フローラさん、ヘルマンさん。カタリーナさんは、遠距離ですね。で、ゼルダさん、あなたの戦いは絶対に遠距離ですね。あと一人いたような、レオか。よし。あ、式にやや不満になってる、まだ。これまた去っていくだろうな。遠距離。で、マルガレータお姉さんも、遠距離と。よし、ではこれでちょっと、ローマ敗残兵征伐してみますか。デシャビパー減ってる、クレッティ、ヘルマン、フローラ、ゼルダ。最強メンバーでいっちゃいますよ、イザベル。レオ。マルガレータお姉さん。マルガレータお姉さんはダメか。マテルド入れたい。ヘルマンの代わりにマテルド。でもヘルマン強いからな。フローラの代わりにヘルマン。よし、これで、行きましょう。またここ高台取ってっかな、ここ。ここで待機したらいいんじゃない？さあ、どうじゃ？これ強そうだな。ちょっと撃っとくか、ここで。ぐはっ !15 ダメージ。あ、これはね、歩兵、騎兵。よし。あ、これ全然勝てないケースだね。うわぁ！あなたは惨めな負け犬となった。すげえ数だったよ。
何だったんだ今のは。あ、まだあるんだ。何回も挑むことができるのかこれは。オッケー。じゃあ、ホコリを捕まえてきたら、ロドック洞窟にまた連れて来ればいいってことですね。で、なんかわかんないけど、発掘してくれるのによってまた舞台を強化できるようです。で、実を言うと、まあ、ここに書いてるんですけどね。洞窟とか石とか。まあ、ちょっとまだあんまり読んでないんですよ。そのまま。まあ、知らない感じでちょっとやってみようかなと思って。うん。なんかカーギットの洞窟が面白いっていう情報も旅人からもらいましたんで。はい。じゃあ、また暗黒騎士帝国、ちょっとなんかなら取られましたけれども、暗黒騎士帝国の勢力を弱体化させるまで、東の勢力に加わろうかなと思います。136名。だから、でもスワディア解約しないといけないからな。主力、舞台。ちょっとどうするか考えながらまた旅を続けていきましょう。では今夜はこの辺で終わろうと思います。案内人は青森でした。おやすみなさい。